墨野道駅は大阪府大東市墨野道2丁目にある西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH36。片町線の全列車が停車する主要駅の一つである。島式ホームに面に四線を持つ高架駅である。1996年に京橋よりに1両分延伸し8両編成の列車に対応している。上屋は 延伸部分を除く7両分に設置されている。ホームは3階、改札は2階にある。駅北側に、寝屋川、音地川が並行して流れており、駅正面の合流点でそれを覆うように2階部分に、デッキが設けられ、その上に、北口の駅前広場がある構造となっている。また、南口は1階に、出口があり、以前は狭い道が面していたが、2006年に、 ロータリーが完成し、バス路線が乗り入れるようになった。1989年3月3日に、伏線降下下の後、1990年3月10日に2 m 四4線を共用開始し、同日のダイヤ改正により20分サイクルから16分サイクルになる平日夕方の環球接続が行われるようになった。環球接続する場合は、内側の点三番乗り場に、快速、 区間快速、外側の1.4番乗り場に普通電車が停車する。緩急接続がない場合は、種別を問わず2.3番乗り場への停車となる。駅構内には、ショッピングセンター、アルビースミノドが入居している。かつては、ギャレスミノドという名で、1階は当初ファッションショップが中心だったが、2005年11月にリニューアルオープンし、 パントリー住み堂道店をメインテナントとするデパ地下風の食品フロアとなり、さらに2012年5月に再リニューアルされ、現在のアルビーとなった。また、隣の建物には駐車場、駐輪場が併設されており、東急スポーツオアシス住み堂道24プラスも入居している。地上駅であった時は貨物取扱駅として2面6線の線路があり、貨物専用線、 上り線、通過線、下り線2本、貨物専用線があった。旧駅舎から一番離れた線路は付近にあった金棒、住野道工場への引っ込み線であった。なお当時は、片町駅当駅間の区間運行があった。墨野道駅の貨物取扱廃止によって、島式による仮設の一面2線の線路に改められた。 1975年11月25日に国鉄片町線隅の道駅付近立体交差化事業が計画決定され、1976年3月13日事業認可が下る。これにより事業主体が大阪府鉄道工事を国鉄が行うこととなり、上下線とも一旦北側に仮線を設け、 先に完成していた墨の道駅前大橋に続く、駅前デッキ上に設けられた仮駅舎で営業し、仮設プラットフォームまで、仮設連絡通路で結ばれていた。下り本線の高架橋の完成前に、国鉄の財政難などにより、長期にわたり、工事が中止され、しばらく放置されていた。工事再開後、1986年頃に、下り線路が高架へ切り替えられ、 以降1989年3月まで暫定的に上りが旧仮設プラットフォームの地平式、下りは高架線路を使用していた。直営駅かつ移行か利用可能駅である。日中時間帯は1時間あたり8本停車する。朝晩は本数が多くなり、環球接続も設定されている。1.4番乗り場に停車する列車はドア横の開閉ボタンで乗り降りする。 2020年度の1日平均乗車人員は24,586人で JR 西日本管内の駅の中では第24位である。片町線の駅の中では京橋駅に次いで多い。大阪府統計年間によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。近鉄バス路線によって停留所名と位置が異なっている。いずれも 近鉄バスの運行である。このほか駅南での専用バスターミナルを発着する、大阪産業大学のスクールバスがある。近鉄バス、茅島線は、2006年に、駅南のロータリーが整備されるまでは、茅島発着便は、大阪府道21号や尾平方線上の、隅野道駅筋バス停での乗り換え、隅野道発着便は、 駅北口1階ロータリーの発着となっていた。駅南のロータリーの整備により、JR 墨野道バス停が南口に移設され、路線再編の上、茅島発着便も JR 墨野道を経由するようになった。また、以前は京橋経由、梅田港、吉田駅前港、氷炭山駅行もあった。ありがとうございます。